クラブツーリズム。こんにちは、クラブツーリズムロイヤルグランステージで旅のコンシェルジュを務めます小川純子です。さあ本日のちょっと知っていれば旅が深まるかも、旅深講座第6弾では、ヨーロッパ史において特に舞台となった島々にドラマチックな足跡を残し、時代が去った後もその面影を色濃くとどめ、そして形はどうあれ現存しているヨハネ騎士団についてお話しさせていただこうと思います。皆様は騎士とだけ聞いて、まず何を連想されますでしょうか。ヨハネ騎士団のお話をさせていただきます前に、ちょっとだけ騎士について触れておきましょう。騎士はフランス語でシュバリエ、イタリア語ではカバリエーレ、スペイン語でカバジェッロ、ドイツ語ではリタ、英語ではナイトと呼ばれ、一様に高貴なイメージがありますね。映画も小説も漫画も、騎士はいつでも絶対的に完全懲悪が基本の完璧ヒーロー、強くてかっこよくて正義の味方で、もちろん恋のお相手は邪悪な敵から救い出したお姫様ですよね。古代より時代によって社会の構図は変わりますし、その構図はいつも複雑なものですが、騎士はもともと生まれついての身分、階級ではなく、たとえ奴隷、農民であってもその功績などにより叙任されました。よく海外映画の一場面に、主君の前に頭を垂れてひざまずき、長剣のひらで肩をトントンとされる儀式がありますが、あれです。馬に乗って戦うことを認められたものを指したようですが、物理的に馬や装備や従者などを維持していけるだけの財力が必要であったことを鑑みるに、おおむね上流階級に属すようになり、貴族階級に準じるような地位となっていったようです。9世紀以降、騎士は実際に戦闘の際の主力でしたし、キリスト教の理念に基づいた忠誠、公正、勇気、武勇、慈愛、寛容、礼節、そして奉仕を美徳とした騎士道を体現されていたのですから、かっこいい存在だったでしょうね。が反面、騎士にして強盗略奪破壊、虐殺は当たり前の賞金稼ぎなんていうのも珍しくなかったようですよ。放浪の旅の果てに生まれたロマンスなんていうのも実際にあったのでしょうね。まあ、それでも時代がルネサンスを迎える15世紀に入りますと、戦場での活躍もお金で雇われた傭兵にとって代わられ、騎士の軍事的価値は薄れていきます。さらに16世紀になりますと、火器が発達したりと戦闘方法も進化するので、馬に乗って戦うことのみならず、騎士道精神すらも時代遅れとなり、騎士はその本来の役割を終え、ほどなく社会的な階級として残るのみとなりました。現在イギリスなどでは男爵に次ぐ爵位として、貴族とは区別されていますが、一代限りのナイトという爵位があって、継承は SIR サーとなります。さあヨハネ騎士団です。その起源、イタリアでいち早く海運国家として東方の海に乗り出したアマルフィ、そうです、あの世界遺産の風光明媚な海岸線の中心にあるあのアマルフィです。そのアマルフィの聖職者でもなく貴族でもなく商人のマウロが、諸説ありますが、とにかく紀元1000年前後に巡礼者のためにエルサレムのヨハネ修道院跡に設立した宿泊所兼病院が起源だと言われています。マウロは商人ですから、その始まりは商売、お金儲けであったにせよ、同じ時代に巡礼者の保護を目的にエルサレムで活動していたベネディクト派修道会と提携して、徐々に組織を形成するようになっていったようです。さあ11世紀半ばに、その聖地エルサレムがイスラム教徒に奪われると、これを奪還しようとローマ教皇が招集し、結成された十字軍が1099年、これが第一となりますが、エルサレム奪還を成し遂げます。この時に巡礼者のためにあったその組織の事業は、フランス人修道士によって巧妙に運営がなされ、広い意味で
キリスト教徒を多方面から守る団体として捉えられるようになり、異教徒との戦闘で負傷しまた病に倒れた戦士たちの治療看病に貢献したことから、1113年教皇より宗教団体として正式に認可され、宗教と軍事と医療に奉仕する聖ヨハネ病院騎士団が成立します。まあ、その紋章は起源である海運国家アマルフィの門であるこの八尖閣十字架です。兵服は黒地に白八尖閣十字、軍服は赤地に八尖閣十字です。ちなみにエルサレムにおいてほぼ同様の目的で、テンプル騎士団が1119年に、ちょっと遅れて1190年にチュートン騎士団、ドイツ騎士団とも言いますが成立しています。まあ、これらの騎士団は騎士修道会と呼ばれ、属会での武人の集まりとは違い、騎士団員になるためには属会での身分を捨てて聖品、服従、締結の誓願を立てて修道僧として聖地での任務に当たりました。そんな騎士団員になることは大変な栄誉とされましたが、その代償として騎士団在籍中の結婚は禁止されていました。特にヨハネ騎士団員は純粋な青い血を持っていなければなりませんでした。青い血とは、白すぎる皮膚を通して静脈が青く浮き上がり、さながら青い血を持っているかに見えた人たち、まあ、イコール日に当たることのない階級、イコール貴族であることを意味し、しかも父方母方それぞれ4代前に遡って青い血、貴族でなければならないという条件を課していた時代もありました。ヨハネ騎士団員であることはヨーロッパ社会の中にあって血筋間違いなしのエリートであることを意味しましたし、また一族の中にかのヨハネ騎士団がいることはステータスとなり得た、まあ、大変名誉なことだったわけです。しかもヨーロッパ社会にあっては一族が振るう権勢を盤石に保ち続けるためには、例えばハプスブルク家が政略結婚で版図を広げ確保し続けたなんていうのも一つの手段ですが、まあ、合わせて宗教界においてしかるべき地位を確保していることも非常に重要な時代だったんですね。さあ、十字軍師に三千と輝く騎士団ですが、十字軍自体はその後宗教的目的のみにとどまらず、多方面の利害を思がっか絡み合って複雑な展開を見せます。約1世紀を経て12世紀末にはエルサレムは再びイスラム教徒によって陥落し、十字軍活動は大きく衰退して、主力はヨーロッパ本国に引き上げてしまう中で、騎士団は残り防衛の最前線で本来の任務である医療活動を続けながら、十字軍戦士に代わって剣を取り戦う軍団と化していきます。アラーの聖戦の名のもとに向かってくるイスラム教徒に対抗できたのは、僧兵にあって玉砕辞さずの精神で立ち向かう彼らのみであったとも言えましょう。ヨーロッパの各国は十字軍を派兵する代わりに教徒との最前線で戦っているこの騎士団に多額の献金を納めたわけで、まあ、組織としては裕福なまま存在しますが、さらに約1世紀を経て13世紀末には十字軍の最後の砦、現在のイスラエル北西部アッコンが陥落すると約2世紀で8回に及んだ十字軍時代は終焉します。ちなみにこれを契機に数あった小さな騎士団は本国に帰る場所もなく自然消滅。12世紀には三大騎士修道会と言われたチュートン騎士団は政治に乗り出して国家運営に方向変化。またテンプル騎士団はフランス王の逆鱗に触れて壊滅させられてしまいますから、本来の組織のまま残るのはヨハネ騎士団のみとなります。追われたヨハネ騎士団はまずはキプロス島経由、つい1306年東ローマ帝国の半島にあった現在のギリシャロードス島を目指すも報道分与に預かれず、旅深講座第1弾でのお話を覚えていらっしゃいますか。同じキリスト教ではあっても正教オーソドックスとは1054年に決裂しているので、教皇頂点にいただくカトリックにしてみれば異教徒という大義名分を盾に戦闘を仕掛け、これに勝ち1309年ロードス島の支配者となって本拠地とすることになります。以後ヨハネ騎士団はロードス騎士団とも呼ばれるようになります。
ロードス島は現在のギリシャ12の島々という意味のドデカニサス諸島の中心にあって、くっつきそうなほどトルコに近く浮かんでいます。面積1500平方キロメートル。木の葉のような形で、夏の暑さは過酷だけれども涼しい風が吹き、また冬には暖かい風のおかげで温暖。背骨のように伸びる山からは渓流もあって、水緑にあふれ良好に恵まれと、気候もよく豊かな地でした。騎士団は各騎士団員の母国語ごと独立した8つのグループ、フランス、オーベルニュ、プロヴァンス、イタリア、イギリス、ドイツ、カステーリャ、アラゴンの言語団に分かれて、例えば物資の供給と輸送はイタリア商人との関係が深いイタリア騎士団がとか、騎馬隊はイギリス騎士団がとか、それぞれが得意分野で活動しました。まあ、組織としては8人の各言語団の騎士官長と副騎士官長、大司教による最高決定機関が立法、行政、司法、財産まで管理する体制で、その頂点にあるのが騎士団長でした。通例、騎士団員はフランス系が多数だったので、公用語はフランス語で、騎士団長もフランス人が務めることが慣習化していたようです。イスラム教徒にとってキリストの蛇たちの巣となったロードス島は、いまだイスラム勢力の最前線にあることは変わりないわけで、騎士団はまず強固な城塞都市の建設に取り掛かります。常時戦時体制を保ち、整備拡張を続け、またもちろんここでも美容院を建て運営に当たります。そして意外かもしれませんが、本格的に海賊業に取り組みます。名目は異教徒討伐。この島はトルコとシリアとエジプトを結ぶ点にありますから、多く行き交う異教徒の船を奴隷として焦がされていたキリスト教徒の解放のためですが、にしても荷積みの略奪は魅力的だったことでしょうね。また相も変わらず潤沢な資金がありましたから、それを元手に高利貸し業にも乗り出していたといいます。当時のロードス島の人口は5万人程度、常に500人から600人の騎士団員のほか、必ずしも貴族である必要はない団員の従僕や病院勤務者がいたでしょうし、島にはもともとの住民もいました。この住民が主には船乗りですから、海賊業に勤しむ時には良き協力者となってくれたことでしょうね、きっと。特筆すべきはこの島におけるヨハネ騎士団の本来の任務である医療行為です。常時内科医2人、外科医4人、他騎士団員自らもシフト制で勤めたという看護人も十分に整い、100人までは常に受け入れられる施設では、患者のプライバシーも確保され、飲食器での食事が供され、清潔な麻のシーツが用意されるなど、まあ、あらゆる面で当時のヨーロッパの最高水準といわれる病院が運営されていました。聖地エルサレムがイスラム教徒によって洗礼されて、後も自制が落ち着くと、イスラム教徒にとっても落ちるお金は魅力的だったのでしょうね。キリスト教徒の聖地エルサレム巡礼は続きました。当時数ヶ月に及ぶ巡礼ができたのは大金持ちに限られていたでしょうが、そのほとんどの巡礼旅を担ったベニス教国は、安心安全を担保した船旅の中継地として、このロードス島の施設を利用するようになっていくんです。ヨハネ騎士団の美容院施設は無料が基本ですが、具体的にどれだけのお金がこの島に落とされたかは計り知れません。もし今後ロードス島を訪れる機会があれば、当時のヨハネ騎士団の繁栄の足跡を忍びながら、700年も前に遡る今も健康な城壁に囲まれたロードスタウンで、騎士団長の館や、そこから伸びる8つの言語団の館が並ぶイポトン通り、そして美容院跡などをお尋ねいただきたいものです。歴史を進めましょう。15世紀も半ばになりますと、オスマントルコのマホメット2世が1453年コンスタンティノープルを陥落させ、ローマ帝国が東西に分裂して以降、1000年にわたった東ローマ帝国、ビザンチン帝国が終焉を迎えます。そして1480年、ついにマホメット2世は10万の兵を率いて、目と鼻の先にあるロードス島にいるキリストの蛇たち攻略を試みます。
迎える騎士の数は変わらず600程度であったにもかかわらず、トルコ軍の戦略ミスや、あるいはトルコ軍に蔓延した疫病に助けられ、ヨハネ騎士団はこれを撃退いたします。この勝利にヨーロッパ各国は沸き立ち、惜しみない称賛を送り、さらなる寄進をしますが、トルコは諦めません。16世紀に入り、エジプトからシリア、メッカに至るまでの一帯を領有し、東地中海の盟主となったオスマントルコにとって、やっぱり目障りなのはキリストの蛇たち。それはまるで喉に引っかかった骨のようです。ついに1520年に即位したスレイマン大帝として知られるスルタン・スレイマンがロードス島制圧に乗り出します。スレイマン大帝はラテン語でヨハネ騎士団に手紙、勧告状を送ります。島を引き渡すように命ずる。騎士たちはその貴重なる品々とともに、この島を去る権利を認めよう。まあ、予想していたこととはいえ緊急事態です。まあ、今こそヨーロッパ各国からの援助援軍が欲しいところですが、ちょうどこの時のヨーロッパ社会はもう大変。日の沈むことなきハプスブルク家のカール5世、スペイン王国カルロス1世ですね、フランスのフランソワ1世、イギリスのヘンリー8世といった濃い面々がしのぎを削り合い、そして宗教改革と波乱てんこ盛りですから、東方の海上の異教徒相手の戦いに真剣に構っていられない状況にあって、この事態になんとスルーです。そして1522年8月、ついに戦闘開始です。若干28歳のスレイマン大帝自らが陣頭指揮に立ち、300艘の船と精鋭部隊、イエリチェニ軍を筆頭に10万の大軍、これに加えてエジプト、シリアよりもう200艘の船と10万の援軍、これに対するヨハネ騎士団はといえば、騎士600人、傭兵1500人、島民3000人のみですから、戦いは5ヶ月に及びましたが勝負あり、ついに団員は3分の1以下180名のみとなって、ヨハネ騎士団は12月に降伏します。スレイマン大帝は勇猛果敢に戦い抜いた騎士団に敬意を払い、寛容にも敗者としてではない名誉ある撤退を見届けたといいます。時の騎士団長リラダンをして、スレイマンこそ誠の騎士と言わしめています。トルコとの孤軍奮闘の果て、敗れはしたものの、スレイマン大帝をも感服させたヨハネ騎士団、そしてその敵将を讃え返したヨハネ騎士団と胸が熱くなったところで、本日の前編は終了です。来週26日金曜日に公開予定の後編では、213年にわたって本拠地としたロードス島を後に、またしても放浪の旅を余儀なくされたヨハネ騎士団のさらなるドラマチックな足跡をご一緒に追いかけてまいりましょう。後編公開までにぜひチャンネル登録をされて、旅深講座第1弾のキリスト教編、また第4弾のハプスブルク編、予習復習をされてみてはいかがでしょう。ではまた。